はい、皆さんこんにちは、ベストでございます。シティーズスカイラインですね、セカンドシーズン続きやってまいりましょう。ですね、今回はちょっとこちらのね、ちょっと戻しますと、工業地帯こんな感じでね、完全な人手不足にちょっと陥っておりますということで、まあ住宅地からの労働者をうまくちょっとリードしていかなければいけないということで、ちょっとここはちょっと試しで地下鉄の駅作ってみたんですけどね、もうちょっと延伸をさせてあげたいというところで、まあこいつをちょっとずらしまして、地下鉄の駅をね増設していく感じにしましょうか。で、ちょっとここ一旦立ち退いていただいて、で、配線ですね、まあまあまあまっすぐ引けますよと。急すぎるってか。で、もう一つ今度はこの位置、23ということは88で引きたいから、こっちは10、15にならない。
で、ここだね。あ、こいつか。じゃあ、こっちへ移動して。およ。ああ、傾斜の問題か。まあまあこんなところやね。15じゃちょっと高いんか。10、ああ12で全然いけるやん、ね、ああそういうのも傾斜がっていうふうに出るのね。でもだいぶ高い。
社級かな。ああ、急ですね。まあ、下がってるからなんですけど。これだといけるんだ。不思議やな。まあいいか。見た目そんな変わらんしね。さあこれでお待たせしました。路線延長ですね。こやつをどこだっけ。あ、そうかそうか、まだ引いてないや。線路。よしよし、これで、あとは取り戻してくれればっていうところですね。そうだ、もう一個忘れた。ここにも駅作ってないよ。作ったんでした。
で、あとは、まあ、あとはこれでいけるか。水は通ってるから、うん。でまたね、住宅需要が高まってきたので、まあまあモールの方もそこそこ人来てますね。スピード的には、ああ大丈夫そうやね。ああそうだ、エリアやっぱり修正しとこう。これね、いくかな思ってたらそうでもなかったんでね。
働き手がいないっていうのはなんかね、最低なことしてるからね。はい、ではこの辺で終わりましょうか。ああ間違えた。こっちだった。これでね、あそこの三遊地にもう一度人が集まってくれるようになればだいぶちょっと助かるんですけどね。まあダメだったらもうちょっと住宅地で工業地帯囲むっていうのもね、一つの方法かなとは思っております。ということで、また次回です。それではさよなら。